明日1月4日、住民監査請求の結果が公表されます。勧告が出たということでオールドメディアがコラボ騒動を取り上げるのかどうか、注目が集まっています。1月4日に起きそうなことは、というテーマでコメントを募集しました。皆様からいただいたコメントの一部を紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。まず東京都側であるのりこの動向だな。石田解散、誰かが自丸する、二刀流メモが辞任、セブンナイツが解散、適当に言い訳して終わり、篠田麻里子の不倫騒動で一面を飾る、もしくは阪神役、1月4日の公開資料で1月5日に東京新聞だけが報じる、中村ゆきやゆたぼんパパがいつもより余計にアンチを煽って注目を浴びようとする、アスナが出てくる、テレビは全部スルー、報道しない権利を行使、北村弁護士とかの専門家の見解も見たい、この方たちは謝ったら負けや病だから都合の悪いことは沈黙、逆に誰かの言葉尻を捉えて被害者面をする、裏切り大会、特に何も起こらなかった、全然関係ない大ニュースが各地の一面を飾り、おいおいそれじゃねえだろと時事ニュース系の各チャンネルが異様な盛り上がりを見せる、YouTuber で生配信派と夜に解説動画派で、うまく住み分けて結果的に盛り上がる、ずっと想像してたんですけど、今まで通り何もなくオールドメディアはそうするって展開、このままだとありそうで怖い、多分そうでしょう、報道してるところも見通しが提訴したことを見通しひいきな姿勢で報道してますからね、歯茎の人がはーい、お疲れ様です元光ですって長谷さんじます、逆に何も起こさないに一票、コラボ側の主張を載せる形で報道不正ではなく、不備で押し通す、思い通りにならないから誰かさんみたいに切り倒して、目も当てられないような状態になりそうですね、コラボがやけくそで提訴してそっちだけテレビ放送される、夢にゃんの言い訳号泣会見を各局同時放映、少女を助けるのに領収書がいりますか、がお茶の間の涙を誘い流行を対象にノミネートされるに一票、結果次第なところはあるけど一番考えられるのは、新聞テレビ等の大手メディアソースルー、コラボ側は東京都がこうしろって言ったんだ、俺は悪くねえ、のスタンスを貫きそう、コラボ弁護団が声明を出して、サイレント修正を2回くらいやる、必死で謎の理解不能な逃げの一手を打ってくる、大真面目にコラボ解体で頼み団体が逃げるんじゃないかなと、夢にゃんが都庁にデマや誹謗中傷されたとして提訴しそう、夢にゃんを尻尾切りにしてだんまりになりそう、とりあえずゆり子がのり弁を配り始める、1月6日の都知事定例会見でこの話題が出るかどうかが注目かな、普通にコラボ側が見苦しい言い訳をして終了、これに一票、もうコラボ側は無難に風呂敷を閉じるムーブ目指すしかない、コラボを支える会による、相手側への追加アシスト、マジどんな言い訳するのか、またいつものお気持ち表明で終わるのか、監査員も名誉毀損だと騒ぎ出すかもしれないな、池田大作先生の力で全部なかったことになる、コラボが契約している公認会計士に対する非難が殺到する、何もないに一票かな、少なくともメディアはやらないでしょ、関西生コンと一緒かな、暇そらさんに支局が送られないことだけ願っております、国内よりもむしろ海外のメディアで取り上げられる、反論という名のお気持ち発表会見とかかな、アーマードコアの新作が出るんですよ急、セブンナイツの開き直り記者会見無表情、アマタール東京都の事業の一つに監査が入っただけ、と言って問題を矮小化する、残り身団体には触れない、私たちはリーガルハラスメント的喧嘩を、買われた点が始まる、少なくともコラボ側は認めないし謝罪もない、あくまで東京都のルール通りにしてきただけとか言いそう、一瞬だけ監査請求報道してあとはノータッチ、小池百合子が何を言うかで大体わかるね、またコラボとセブンナイツによるお気持ち表明笑い、新日本プロレス東京ドーム大会にセブンナイツを引き連れて、リーガルハラスメントマッチを繰り広げる、国税庁動くのが一番理想、タックスハラスメント、TV で1分弱くらいにまとめられて放送される、マスコミが一斉に騒ぎ出す、そうあってほしいなさすがにって思ってる、リーガルハラスメントとスラップ訴訟、何も起きなくてあり共感する、都庁前にいつもの奴らが集まって、コラボへの不当な弾圧許さない、とシプレスコールする、興味があるのは当日、誰が一番ぶっ飛んだお気持ち表明するかでしょうか、例のごとく地上派は全局スルー、コラボから怪文書でお気持ち表明、監査員に対して非難が殺到する、最後までご視聴ありがとうございました。